はい、こんにちは。ジェネテックの水口です。今日はですね、再利用可能なジップロックの真空圧着方法を紹介いたします。で、こちらですね、ジップロック、真空袋ではないです。なので長期間の真空保存には向きません。ただですね、短期間であれば結構いけます。で、一般的なですね、真空袋は使い切りです。で、再利用するのであればジップロックは結構使いやすいかなと思います。なぜならばここですね、やっぱりチャック袋、チャックがついてるからになります。で、衛生面で言うと、液体を入れてそれを再利用するとちょっとよろしくはないんですけれども、乾き物を包装するとかであれば再利用は結構いいのではないかなと思います。で、早速やってみましょう。で、まずポイントですね。ポイントはこの袋のこちらです。底の方、お尻の方、こちらをですね、切っていきます。おっと、切すぎましたね。チョキッといきましょう。で、こういうふうに切れました。で、こっちの方ですね、こっちの方から脱機、そして圧着をします。で、物をですね、まず入れましょう。今回はカッターを入れます。4秒ですね。で、あとはですね、一般的な真空包装と同じですね。ちゃんとこちらの方閉めてください。で、圧着をしちゃいます。いいですね。で、このような形ですね。で、空気がジップロックの中すべて抜けました。で、このまま低温調理とかでお湯に入れて湯煎していただくこともできます。あとはですね、使う時だけここからパカッと開ければ普通に使えると。で、プラスアルファでもうそのままジップロックとして使っていただくことができると。で、また脱気圧着したい場合は同じくですね、このテープの部分をまた少し切っていただいて、そのまま圧着して、圧着といいますか、脱気して圧着することで、真空包装っぽいジップロックが完成するということになります。で、フードシールドですけれども、ここですね、かなりキワキワのところまで、袋のキワキワのところまで、圧着することができますので、無駄なく、このぐらいの大きさの袋であれば、10回ぐらいはいけるかなというふうに思います。はい、ということで今回はですね、再利用可能なジップロックの脱気圧着方法を紹介させていただきました。何かご不明な点等ございましたら、下のウェブフォームの方よりお問い合わせいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。